えー、NFT が今流行ってますが日本でも流行ると思いますかブロックチェーンが少し流行ってますがこの前オープンシーでゴリラの NFT が4650万円で落札されました、えーとね。NFT っていう技術が ここれはどういうういととかっていうと、まあ、ブロックチェーンを使った、ね、アートとかそういう、ね、ものに対する、えー、新しい、ね、テクノロジーの、まあ、技術なんですけど今それがすごく流行ってます、ね、でインターネット上で絵っていうのかなイラストっていうのかないろいろアートって美術品が高額で今すごい落札されてるんですよ。で今ね実はねバブルだって言われていてちょうど、まあ、どっちに転ぶか大事な、ね、狭間なんじゃないかなと思ってます。っていうのも本当になんか言ったら悪いですけどその画像を保存したらペッて保存できるような画像がそれこそ何千 万円何億円って今最近まではね取引されてたんですけど大体多くの人がそれを何で買うかっていうと要は NFT のバブルがすごく過熱していってどん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 高額になっていくんで転売をして儲けようっていう輩が買ってたんですよね。 でもここ最近ねちょうど12週間ぐらい前かな大暴落しましてひどいものでは90%減要は100の価値があったら10ぐらいの価値まで落ちちゃったんですよねだからこっからもう一回加熱していくのかこのまま終わっていくのかどっちかかなと思ってで僕はねどっちかっていうとすごく否定的でやっぱりアートっていうのは現物があるからいいわけじゃないですかであまりにもね今のその NFT っていうのがバブルすぎて値がつきすぎてるんじゃないかなって思いますそう昔ののねチューリップバブルっていうのが ランダであったんですけど、チューリップの球根一つで豪邸お城とかと交換できるぐらいのね価値チューリップの球根たった一つかですよ。それぐらいの価値になったことがあるんですよ。でこれっていうのも長期的な加熱でチューリップの球根の値段がどん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 上がっていったもんですから、みんなが値上がりする値上がりするっつってどんどん買っていったんですよ。もちろんそのチューリップの球根が欲しくてチューリップの球根が好きだから買ってる人はあんまりいなくて値上がり目的でお金を要は儲けたいからやってたんですよ。でどん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 それが 熱て言ってっある日はじける日けんですよ落ち物なしになっちゃってね亡くなっちゃった人もいるとかそういうね悲惨なチューリップバブルっていうのがあったんですけどなんかどっかそこそれとね似てるんじゃないかなって僕は思うんですよねだから NFT に関してはその実用性っていう意味でもあんまり続かないんじゃないかなって僕は思ってますはい、はい、ということで、えー、頑張って更新するんで皆さんチャンネル登録と高評価お願いしますおつじる